はいどうもこんにちは、副島マックスです。またガチャコーナーに行ってきました。またちょっと気になるものを見つけましたんで、ちょっとガチャガチャとね回してきました。カプセル級ミュージアム、ミクロコスモス、プランクトン大全。プランクトンですよ、プランクトン、いわゆるあの水の中にいる微生物。はい、それが今ここにあります。海洋堂カプセル級ミュージアム、神羅万象を詰め込んだ小さな総合博物館。はい、では開けてみましょう。プチ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 、おはい、よい、くそな、あ、お、うん、お、え、うん、あ、これは見たことがあるぞ。はい、相変わらずカラーのかっこいいね、説明書きが書いてます。一滴の水の中に焼酎はある、いいこと書くな。これはなんだと、豊年エビだ、豊年エビ、エビです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 、エビ、エビ、エビです、開けちゃおう。あーはー、はい、こんなんですね。豊年エビだそうです。こう半透明のパーツがすごくいい感じですね。あ、台座これすごいですね。台座がおしゃれです。わ、台座おしゃれだこれ。あ、こういうディスプレイになりますと、あ、おしゃれ。こういうディスプレイ方法をちゃんと考えてくれるっていうのはなんかコレクション性高くていいですよね。立体造形物の何がすごいかって、こう細かいところをいろんな角度から見れるって、それが正確だっていうのが一番すごいですよね。どんな生き物なんだろうねこれね。いや、この台座がミクロコスモス感あるよ。博物館ね、なんかこう博物館、ほんと小さな博物館だね。あ、これはひっくり返すのが正解だな。こういうディスプレイが正解のようですね。こういう形のディスプレイが正解のようです。海洋堂カプセル級ミュージアム、ミクロコスモス、プランクトン大全でした。飾りやすくしてくれてるのはものすごくありがたいですね。嬉しいですね。所有感をすごく満足させてくれます。飾りたいって気持ちになるもんな。